はいどうも皆さんこんばんは、レプチンです。今日はね、このいつもの4人のメンバーでポケモン GO をやっていきたいと思います。じゃね、早速メンバー紹介していきます。この骸骨、これふと思ったんですけどフリーザの人骨ですね。どうもちくらまです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。痛い。じゃこの隣の、はい、私の人骨が隣にいますけど本物は私です、よろしくお願いします。トシンです。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。犬、あー犬だからね、しゃがんでたらねすごい股間が一文字、あーアクレスバード、あー一文字じゃなくて一物ですよ。会いたいねすごい絵面だ。はい、今日ね、じゃあこのね、あの4人でねポケモンをまず最初の10分間集めて、はい、でその後バトルして誰が一番強いポケモントレーナーか競う、うんうん、っていう感じで。了解です。よし、はい、じゃあポケモン早速集めましょう、この広い街中で、はい、じゃあみんなシャボンディショットでまた会おう。で10分間、はい、10分間あれですね、ポケモン集めるっていう感じで。さあさあさあ、10分間ポケモン集めましょう。それじゃあ集めましょう。よし、オッケー。おピカチュウゲット。早っなんだって、いやピカチュウ、よし、ボールを持って、まず俺は卵があるから。卵、犬がなんか殴られてるな今。おあ、これをカバーをかけて、そこで ね、これもうポケモン GO 自体やったことないんだけど、なんかこうやってなんかカプセルにね、うん、あ卵を入れて歩いた。ポケモン、ポケモン、フリーザの実の、ここにフリーザの実のポケモンがいる。あなんで、あっなさい、何みんなどこで行ってんの？じゃドエムさんが、ドエムさんがさ野生のポケモン殺してんだけど。え？野生のポケモン？うん、ルカリオ殺し、ルカリオじゃな、なんだっけあれ？エラーが出た。ルカリオっすね。ルカリオ、ルカリオ殺してる。ちょっとみんなやばいやばい、やろ、あやばいよあれ、あのノロポケモン、あれ CP やばいよあれ絶対。これ捕まえれるの？これ捕まえれるの？これ。ほら。あ、捕まえた。捕まえる。これすごい。捕まえ、私にもください。ちょっとやったー、なんでだ、いいの、逃げたれお前から、痛い逃げろー、どこでやってるんだろう。それより歩かないと、宙に浮いてたら何もできない。そう、歩かないとね、あの卵帰らないからね。ポケモンゲットする方法は野生のポケモンをモンスターボール投げて捕まえるか、自分で卵をカプセルに入れて孵化させるかですね。わしの生卵はね、本当にあのバッドエイジも出ますから、よろしくお願いします。うまいな、ゆで卵やな、ゆで卵、よし、ポケモンに、おお、ルカリオゲッチュ、マジ、おルカリオ多いな、ルカリオ、これ、うん、ルカリオ、弾投げれないやべ、これも欲しい、こいつ欲しい、レアポケモンなのに、やべ、これ、バイオさんにバレたくない、くそ、取れねえ、噛んじゃないか、これ投げれねえ、くそー、なんか一人、お、よし、新しいポケモンゲットした、うわー、なんだこいつ、つえこのポケモン、ねねねね、そんなんあるの、うん、もう絶対こいつ強い、さっきの悲鳴も多分こいつだ、これ進化したの、もしかして、ん、進化とかできるのかな、これできますよ、やってみよう、名前つけとこう、ちゃんと、もうレベルアップ、やったー、よーし、そしたらそれ、それあれじゃん、じゃ バトルゾーン設置してるじゃないですか、トシンさん、これええ、これバトルゾーンなの、そうっすよ、ちょっと、なんか適当に投げないと、俺が、ありがとうございます、おお、なんじゃお前元に戻ってきなさい、ただボール戻して、あボール、ボール、ボール投げれないギャリモン、くそ、大事なもんちゃんが、まあまあ、俺はもうトシさんの骨格ですから、もう仲良くしましょうや、ついてきなさい、もう一人の僕、行きましょうか、私はあれですね、リアルの方でもハゲ、キリのかっこいいリアルの方でもハゲなの、バキバキ、リアルの方もハゲです、使ってるキャラもハゲ、骨になってもハゲ、ハゲハゲハゲ、三つ並んでハゲ兄弟、ハゲ兄弟、全員ハゲた、ハゲ兄弟って何、ハゲ兄弟っていうのは
一番上はハゲなんハゲなん二番上はハゲなんハゲなん全部ハゲやないかーい。はい、やっていきましょう。はい、やっていきましょう。というわけでね、えい、そうそう、みんなポケモン捕まえたかい？もう10分経ったはずだからそろそろいいでしょう。もういや、もう俺最強だ。俺もこれでよし。俺も最強。じゃあ行きますか、バトルステージに。お願いします。ポケモンスタジアム行こう、みんな。レッドゴー。はい、じゃあね、10分間ポケモン集めたんで、これからねトーナメント形式で戦っていきたいと思います。で、ルールはね、手持ちのモンスター、手持ちのポケモン3体を出して、うん、順番に出して勝ち抜き戦 で先に3体死んだ方が負けです。うん、はい、はい。で、倉林さんなんかね、前回ド M さんと戦って勝ったので、まあ、チャンピオンなので、うん、シードで、イエーイ、うん、最後待っているぞ、決勝戦で OKオッケー。で、最初今回俺初心者のね、初心者同士ということで、東進さんと自分が初心者なので、はいはい、やっちゃいましょう。1回戦目は東進さんと自分が戦います。うんうん。で、勝った人が前回チャンピオンと戦ったド M さんと戦って、はいはい。で、それで勝った人が最後前回のチャンピオン覇者、覇者ライシスバイオと戦うという感じで、うん、オッケー。この映画面白そうじゃない？あ、声の形だ。あ、だ、あ、俳優さんかっこいい。すごい、見てない。これ、ね、これ違うよね。なんかこう右の人なんか見たことあるんだけど、あ、これで合ってる。覚えがありますな。ね、ツイッターでね、ね、タグつけて、XYZ コラ画像って入れればね。それでは早速、はい、やっていきましょう、トーナメント戦。じゃあ、あトシさん、トシさん、こっち、トシさん、こっち。はい。ラステージ。あ、俺がテレポートさせた方がいい？うん、な、大丈夫。いけるよ。いや、ちょっと俺がどうしたしまった。あ、ちょっと待って、まだ俺やってないです、後半。ちょっと待って、待ってるね、じゃあ。まだちょっと、うん、じゃあ行くよ。はーい、みんな見ててすごいから、演出これすごいんだよ、これ。バラシ行きます。はい、あれ、どれでやるんだっけ。あ、これだ。オッケー、いいよ、いっけー。おおおー、すごい。よろしくお願いします。すごくない、これ。本当に素晴らしい。おー、さあ、いいね。両サイドに並びました。どこに行くんですか。おー、いいね。ドイムさん実況、はい、ありがとう。さあ、左側はマリオコとレプチンス。さあ、はい、見ているぞ。待って、私挟まって死んだ。ちょっと待って、挟まって死んだ。おっと、戦闘前にレプチンさん死んだ。これは戦勝で。いやいや、ちょ、ふざけない。結構蘇ってきた。それではやってみましょう。それでは1回戦ね。1回戦目で。よろしくお願いします。マリオ対フリーザ。はい。どちらか一人、ここに設置してもらって、はい。まあ、投げたところで1試合目スタートってことで。わかりました。わかりました。では、私のモンスターは、こちら。私の弟、行ってきなさい。よし。ちょっと、これは誰かが、じゃあ、レプチンさんが設置するっていう感じですね。あ、わかりました。はい、ちょっと待って、ね。お願いします。トシさん、一回戻さないと。はい、戻ってる。おお、さあ、レブチンさんの最初のバケモンは、いけ、おじもん。ジモン、いけ、おじもん。これはジモンにはおじもんでいきましょう。ゲロタイプですね。いけ、おじもん。勝負始めるか。さあ、いけ、ゲロタイプと、レッド。さあ、始まった。いいぞ。いけ、銃対決。銃対決になってる。しかも俺、あれ、ハンドガンに、トシの方がハンドガンに切り替えた。これはすごい。どうした？おい、判断です。なんで打たないの？なんで打たないの？いいよ、いいよ。あ、様子見か？どうした？ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。両者の力が弱すぎて。自己再生が始まってますよ。押してるよ、これ。いいじゃん。これはまずい。これはまずいぞ。励ましの言葉を送らないと、おじいさんは動いてくれません。戻れ、様子か。戻った。帰ってきやがった。ポケモン変える。ダメだこいつは。オッケーオッケー、変えなさい。じゃあ俺はこいつで行こう。最強ですね。いいよ、トシさん、僕投げてきて。わかりました。ゲゾンビ一回戻ったらいいですね。トルソー、鎖ポケモン、鎖ポケモンです。オッケー、腐敗ポケモン、鎖で行きますよ。腐敗ポケモン、腐敗ポケモン、行け、行きなさい、腐敗さん。おさあ、始まった。私は、これは、おはえさんです。じゃねえか。強くないそれ。これは、強いです。おっと、トッシュがさすが。当たんない。当たんない。いや、強いぞ。
相性が、うまい、トシとうまい、相性いいやつ持ってきたな、これやろ。これはね、体の相性が最高にいいんです。おお元気ちょっと待って、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 もっとゾンビ逃げる。さっさっそうなる。おった、これはやばい。おお、これでも、一歩は減らない。いってます。すごい、よくできてんな。減ってないの。これ、実況の土曜さん、これもしかして、このトシンさんのこのタイプ、もしかしてゾンビタイプに弱いんじゃないですか、これ。あ、もしかしたらそうかもしれないですね、これ。ああ、もしかしたら互角なのかもしれないですね、互角なのかもしれない。僕はアンデッドゾン属性なんですかね、アンデッド。お飛びすぎこいつちょっとやめましょう、この野郎。遠距離で、遠距離で。あっとおっとこいつ戻します、私は。さあ、お互いまだ、0対0だ。そう、0対0まだ、0対0です。3体と見てる。0対0のままだとまずいから。でも結構さ、相性とかしっかりしてるから面白いぞ、これ。お始まったぞ。これは、もっと投げる。おっと、あ、強い強い。いいぞ、何早い。早い。おい、これは。これは素早い。何？タイプ1だ、タイプ1だ。あー、しかし、あー、いけ、いいぞ、いいぞ。なんか、脱皮したぞ。うわー、あれ？やべ、レプチンの手持ちの僕も1匹死亡だね。はい、そうですね。戦闘不能。やばいですね。戦闘不能だ。さあ、今、私が有利ってことですね。なに？いや、これはもしかしてあれですね、さっきのポケモンがアンデッド属性だったのに対して、あれはなんと獣属性というですね、ゾンビ映画では特有のあの属性ですよ、あれは。おじもんがさ、なんか死んだ判定になってんだけど。あ、一回戻すとね、死んだ判定になってるんで、リバイブしてやる。リバイブしても大丈夫、これ大丈夫、さっきダメージが出なかったからリバイブしても大丈夫だよね、一応。大丈夫です。オッケーオッケー。じゃあ、おじもん。はい。さあ、出しました。このおじもん。対するトシンさんは何を出すか。一回直してから。あ、私は、じゃあ、こいつで行きましょう。最強と歌われた、この、おじさんにはおじさんを出していきますよ。おじさんにおじさん。じゃないか。おっと。あ、これちょっとまずいぞ。あ、強い強い、強い。いいぞ、トシさんのバケモン強い。おっと、これはやばい。ロードだ。バケモンが止まってます。しかも俺の方、全然打たねえっていう。やりなさい、やりなさい。これはドイムの、ドイムさん、これもしかして、この、レプチン選手のこれ、もしかしたら、玉切れなんじゃないですか、これ。玉切れやばすぎる。ね、これね、あれですよ。なんか、ダメージ食らうごとになんか自己再生していくから、彼は M タイプですね、これ。やべ、これド M ポケモンだ。ド M ポケモン。なかなか知らないんですか？これ、ラウンドが一生終わらないやつじゃないですか、これ。これ、永久終わらないやつだな。これ、なしでもいい。俺、初めて出したから。じゃあ、こいつ。いて。でも、これ制限時間ありますからね。あ、制限時間があるの？踊りなさい。はい、ああまだ、OK、私の方は新しいポケモンができたようなので、うん、こちらも出していきました3体目 OK さあどうなるか、さあ始まった。おっと大切とし、アンデッド属、アンデッド属性だ。何やってんのピッコロさん。おっと素早い対するトシックさん、アンデッド属性遅い。おっと後ろ下がる。あっ引っかかった。やべ、これまずい、これまずい、これはやばい。おやばい、いいよ、やばいやばい。すぐ弾が切れる。すぐおじもん使えないな、おい。すぐ弾が切れる。自己再生してるからこれなかなか死なないんじゃない。すごいぞ。ちょっとおじもんダメだな、おじもんダメだな、おじもんダメだ。おじもんは再生能力が強すぎるんですね、これは。おじもん下がれ。戻しましょう。くそ、こうなったら何だぞ。現在トシーさんが1ポイント選手しております。じゃあ次もう1ポイント僕クワ選手したら勝ちってことですか。いや、あ、そういうわけ、そういうわけじゃないけど、でもおじもんがあまりにも知らすぎたら、おじもん負けでもいいよ。おじもん負けでもいいわ、そうなったら。あ、わかってます。ちょっと待ってね、じゃあちょっと、じゃあおじもん出すんだったら私この新しいの出してもいいですか。おじもんじゃないので出す。おじもん戦えないから。じゃあこれはどうです。おばもん。お、おばもん、おばもん、お、強そう。これはやばい、これはやばいですよ。さあ期待できますね。あ、トシさんもう一回、トシさんもう一回出す。この勝負は面白い。トシさんもう一回出して。これはあれが炸裂するのか。あの敵がまた怒るのか。いけ、オバモン。さあレディーゴー。これはやばい、これはやばい。でこ。わあ。強い。強い。これで1対1じゃない？これで1対1。1対1ですね。これ虫タイプですね。虫タイプ。じゃあ虫には虫で。虫タイプ。おかんは虫が苦手ということで、さっきはやられてしまいました。そうです。おっと。強い。待った。強い。なんだ。やったー。よしいいぞ。ちょっと2対1。2対1。
これは最後のこれは一気に逆だ。私の弟行ってきなさい。本当これはどこまで最後やばいぞこいつこいこいやばい先生おかんじろおかんじろやったー勝ったよーし勝者は勝者レプチンオーケー。ポケモンの時ね、ポケモンのとこからこのタグのやつ外せばいける。なるほどね、ありがとう。